さあ、マサトさん、はい、ホープの2人、若手ホープの2人がリングにやってきましたね。そうですね、本当にね、これからのこう K-1 をライズを背負っていきそうなね、はい、2人ですからね、うん、本当にこの大事な試合ですよね。22歳安本春人、一方20歳はトーマ、お互い若き時代から意識をしてきたといいます。なお知っていました。 K1 フェザー級3分3ラウンド延長1ラウンド、 K1 バーサスライズ、ケイズ・フェザー第2戦、トーマか安本か、ライズの顔か、それとも K1 の超新星か。坂井さんはどのあたり注目されてますか。やっぱり新しい世代の武尊と天心より下の世代ですからね。そうですね、もう勝った方がより団体の顔に近づくと思います、ね。でも安本もいい蹴りですね、柔らかい蹴りですね、センス感じますね。本当に最近の若い選手はね、子供の頃からやってるんで、センスがいいんですよね。K-1 ライズ対抗戦の2戦目、フェザー 57.5 キロの世界です。共に幼少期から格闘技界で戦ってきたエリート対決です。ナイスワンツー、トーマの右、それと強いですね、早かった今の、ナイスワンツー、倒されたか、ノーダウンです。いや今危なかったですね、まあ、キャッチしながらね、はい、ライズワンキャッチのアタック OK ですからね。ここは K-1 ルールです。 K の舞台です。パワー、ナイスコンビネーション、安本のコンビネーション、いや坂井さんセンス感じますね。センスすごいですね、アマチュアで160戦、本当このね橋本道場の選手っていうのはいい選手多いんですよ。そうですか、勝率は9割、いや古田さんものすごい数字ですね、安本選手ね。実はトーマ選手にこの授賞式でお会いした時にいろいろお話しさせていただいたんですけど、ちょっと思い入れが違うのでちょっと頑張ってもらいたいなと思います。あのトーナメントで敗れた時、軍事からタイトルマッチで戦い合おうと言われたそうです。そこに向かっていくため、トーマ安本を超えていきたい。ワンツー、安本プレッシャーかけてきましたね、近く来ましたよ。この距離は安本、はい、左右膝ラッシュに行く、トーマコーナーを打ち抜かれた、耐えたい、返したい、トーマ耐えられるか、ラッシュに行きます。安本回転力ありますね、回転力もあります、止まらないですね。伊藤代表曰くライズの間違いなくトップである、伊藤代表が太鼓判を押すファイターです。詰めた時の破壊力と、あとこういう距離感の、はい、もうテクニックありますよ。一瞬にして追い詰めるという雰囲気、ライズの顔、ライズの中心、ライズを代表するファイターへ、安本ハルト、右左、早い、左から右サイド、左も早い、うん、さあ、トーマがどう戦うかです。中学時代から世界で研鑽を積んできました、過酷なトレーニングに耐えてきました、トーマです。指名で殴り合う、差し合った、トーマも左フック返しましたよ、今トーマは負けてはいない、指名度や数字はどうでもいい、とにかく自分は世界一になりたい、そう語りますトーマ。ナイスランドの中盤です。 K1 のトーマか、それともライズの安本か、見応えある3分間でした。さあ、坂井さんの最初の3分、安本トーマの激突、どう目に映りました。いやちょっと安本選手、こんな22歳でこんなに完成度高い選手いるんですよ。まさにパーフェクトですね。でもやっぱ K1 の舞台ですから、トーマ選手にちょっと一矢報いてほしいというか、パンチ、目も死んでないし、パンチも、はい、やっぱ一発あるんで、ちょっと2ラウンド、3ラウンド大きな動き見せてほしいですね、はい、トーマ選手。いや、鬼越トマホークの金ちゃん、はい、また緊張感が何か増したような会場ですね。若いのになんか勢いだけじゃなくて、テクニックもパワーもあって見応えがすごいですね。最後ね、トーマ選手もいい感じになって、ラスト2ラウンド、3ラウンド楽しみです。はい、はい、トーマの左フック入ったと思ったらガードの上でしたね、しっかりガードしてましたね、今スローで見たら。セカンドセンスを感じる3分間でした。やっぱりこうトーマも結構足をステップワーク良くて、はい、
右ハイ、そのステップワークがあの安本が全部潰してますね。潰してますか、はい、インローサウスポースタイルは東馬です。こうなって前に出た時ね、安本怖いですよ。うまくスイッチしてくるというのが東馬。このラウンドをさらにねプレッシャー強めてくると思いますね、はい、足技も巧み。インロー両者ともにスイッチしてきます。ボディストレート、安本が入ってくる。左右もらいたくない。左ハイバックスピンキックも来ました。いやー、坂井さん、まばたきできませんね。いや、もうスピードがもう半端ないですね。アマチュア24冠の力本物は引いたか、引いた。さあさあ、トーマ耐えられるか。素晴らしいコンビネーション、一瞬の隙をついていきます。いやー、坂井さん、安本の完成度は素晴らしいですね。いや、ちょっとパーフェクトですね、左ミドル。改めて正人さん、トーマはどう戦ってきてですか。そうですね、こう本当に安本がうまく戦うんですよね。こう遠い距離でも戦えるし、はい、詰めてきても戦えるし、こう詰まってきた時はもう安本連打が来るんで、はい、そうなった時まっすぐ下がっちゃダメですよね。まっすぐ下がらない、こうガードだけしてると安本からしたらもう怖いもんないんで、左のミドルも強烈。こういう蹴りでもね、やっぱり蹴り返していかないとダメですよね、はい、蹴られっぱなしになってくると。共に幼少期からトップ選手で戦ってきました。ここで2つの星が交わります。 K1 のリング、ボディを狙って連続攻撃。トーマのバックハンドブローでした。両者の一歳一歳に一喜一憂する容疑大使館。これぞ対抗戦、ライズか K1 か。ちょっとボディ効いたかもな今の、左ミドル、インロー。今でもいいカットしましたね、1分を切ります。第2ラウンドです。うまく入ってくるのが安本春人。プロ33戦目、32戦目、トーマはプロ16戦目。フェザートップ戦線、正真正銘トップゾーンに入るのはどちらか。2回あと30秒です。第2ラウンド、ミドルを入れる。どこを狙っているか。トーマ前に来るのは安本。あと20秒。いやー、坂井さん、安本はなかなかうまく攻めさせないというスタイルですね。その支配力というんですか、やっぱこの手のやっぱ安本選手の手のひらで試合が進んでいるようなイメージがありますね。やっぱり素晴らしい試合巧者ぶり、試合運びを見せているのはライズの安本春人。さあ、第2ラウンドまでが終了しました。古畑さんはこのトーマ選手の表情はどう見えてますか。やっぱちょっと攻められてるなっていうのはあるので、ちょっとすごい心配ですね、はい、最終第3ラウンドでトーマらしい本来の姿を見せてくれるかです。マサトさんはトーマどんなことが必要になってきますか。ちょっとね、今分が悪いですよね、まあ、僕がね、前から言ってたあの左のジャブを使えということを言った、あの2ラウンド出たんですよね、はい、2ラウンド出たら、まあ、そこから突破口をね、ちょっとジャブで当てていってこれに出ればいいなというふうに思うんですよね。左のリードが必要ですか。はい、でも出たんですよ、はい、今までなかったパンチが。ただ安本ですね。セコンドセコンド K1 ライズ対抗戦2戦目、ケーズフェスタ、フェザー級 57.5 キロの世界、トーマか安本か。最後の3分間のスタート。このラウンドはトーマ攻めないと厳しいですよ、前に行くか。トーマキックから蹴りからやりシュート、やり当たったか。トーマ積極的に行く、やりミドル、前に行く。ノーダウンです。いや、坂井さん、積極的にトーマ行ってますね。そうですね、安本行きます。安本コンビネーション早いね、トーマ選手はもう相打ち覚悟で、もう倒される気持ちで、でもやっぱりね、こういう風に倒されるっていうのは相手のパワー感じるんですよ。圧力感じます。圧感じて、そういうことなんですよね。いやー、金ちゃん、何か安本の連続攻撃見えないというような空気もありません。そうですね、でもトーマ選手もね、いい勢いで、ね、手出してるんですけど、はい、安本選手もうまくね打ち返してますね。安本の隙を突き止めてきたな。連続攻撃が来る。
まあ、トーマね、襲いかかりに来ます。ガードの上からでも効いてそうな感じしますね。第3ラウンド、最初の1分が経過。もう返した。ストレートをねじ込んでいくというのがトーマです。その前にね、安本も入れたんですよね、同じ攻撃を。クラッシュ、K-1 甲子園で活躍してきた選手です、トーマです。ライズを超えていくか。正真正銘、世界一へと向かっていけるか。世界最強となるか。トーマ、ここで止まるわけにはいけません。ファイナルラウンドの折り返しが来ます。インロー。でも安本の足も真っ赤ですね。右入った。右、左。もうね、本当にこう。安本を返す。トーマ、行かなきゃやられると思っても。リスク確保で言っています。リスク確保で言ってますね、本当に。左フック。左ストレート。左右を使った。あの左がね、使えるといいんですけどね。安本も左を入れた。ボディ。左を刺す。両者スイッチしながら。巧みなテクニックを搭載している両者です。1分。フック入ったか。ちょっと笑った。いや、今安本笑った。安本首で流しましたよ、今。今流しましたか。流しました。完全にはもらっていません。もらってないですね。左はい。さあ、あと45秒。ライズソー、K-1 の誇りをかけた一戦。ただこのラウンドはトーマンを返している。トーマンはね、今までここちょっと分が悪いときに、はい、ちょっとこう気持ちが折れてる部分があるなと思ったけど、今日のトーマンは違いますね。魂感じます、気持ちの強さを感じる。30秒切った。 K-1 かライズか。ナイス右。トーマンか安本か。膝。ナイス右。あと15秒中央で打ち合う。安本も来る。左フック。気持ちがぶつかり合います。これが対抗戦。ザマッチから9ヶ月、またあの興奮が帰ってきました。トーマが出た。トーマが前に出る。ここでファイナルラウンドのゴングが鳴りに行きました。最後よくトーマ返しましたね。しましたね。さあ対抗戦第2戦も判定決着へと向かっていく展開になりました。いやー、酒井さん見応え十分でした。いや、素晴らしい試合ですね。これぞ対抗戦。トーマ選手やっぱラスト1分、はい、いやラスト30秒ですね、意地見せましたね。いやー、そうですね。お待たせしました。判定結果をお知らせします。22歳の安本が判定。ジャッジ西村29対28。青安本に入ります。ジャッジ豊村が30対29。青安本に入りました。30対28。青安本。以上判定3対0をもちまして勝者青コーナー安本ライズの顔、ライズの未来。安本が K-1 の超新星トーマを打ち破りました。若手ホープ対決、軍配はライズの安本に上がっています。いや、この結果、マサトさんはどう受け止められますか？いや、本当に安本選手ね、まだ若いけど、めちゃくちゃいい選手ですね。いや、距離感もいいし、はい、詰めた時のパンチの連打もいいし、強いですね。トーマもね、なんかこう3ラウンド気持ち見せましたけどね、はい、ちょっとあの3ラウンドのあの気持ち見せたシーンはちょっとトーマも以前より一皮向けたなっていう感じがしましたけど、成長してますよね。成長してますね。改めて酒井さん、この2人の姿を見ているとキックボクシングの未来が楽しみですね。いや、そうですね。もう勝敗はつきましたけど、 K-1 の未来もライズの未来も明るいですね。いや、そうですね。プレゼンターはエスジャパン株式会社代表取締役長濱丈二様です。この第2部の大取りは軍事タイトタイトルバッジが待っています。いや、金ちゃん、はい、2人の勇姿ですけれども、改めてどういう風に3つのラウンド見えてましたか？いや、めちゃくちゃいい試合でしたね。なんか安村選手が、ね、ずっと押してたんで決まるのかなと思ったけど、最後にトーマ選手が、ね、いじみしていただいて、はい、ちょっと最後ちょっと興奮しました、はい。そして古田さん、まあ、トーマ選手敗れはしましたけども、はい、気持ちを見せてくれましたね。いや、もう本当にお互いすごい試合で本当にかっこいいなと思いましたし、まあ、トーマ選手負けてしまいましたけど、まあ、ここからまたドラマがあると思うので、すごい注目していきたいなと思います。安本春人、 K-1 のリングで勝ち名乗り、若手対決、 K-1
K-1 の挑戦者で東馬を破って安本春人2023年好発進です。強いね放送席に来てくださいました。お疲れ様でした。さあそしてこの後 K-1 vs ライス対抗戦、フーナと鈴木がリングにやってきます。